信会社の一つですね、ちょっと、言われが書いてたやつがちょっと消えてるんで分かんないんですけど、なんて読むんでしょうね、ちょっと途中で寄ったので、調べてこなかったので申し訳ないんですけど、後で読み方書いときたいと思います。大きな杉の木が、樹齢は分かんないですけど、周囲が6メートルだからもう相当ですね。幹線道なんですけどね、なかなか人が来ないな。式内車っていうだけでは人が来ないですからね、なかなか。非常にもったいない話なんですけど、こう昔から歴史のある、価値のある神社ということになるんですけども、式内社っていうのは、そういうところに人が行かず、見に行かずっていう、まあ、ちょっと寂しい感じですけど、こちらが参拝殿、神楽殿をと参拝殿をこう兼任しているような作りです。左側に本御殿が一つあるんですけども、こちらが本殿ですね。この神社の本殿がこちらですね。雪囲いというか、これ基本的に雪囲いだと思うんですけどね。冬の時期はほとんど見えませんけど、しょうがないですね。で、向こう側にもう一つ本殿があるんですけど、別の神様を祀ってると思うんですけど、何かっていうのがちょっと私今わからないんで申し訳ないんですけど、ありますね。坂口神社かな、日があるんで。坂口神社ってのがあったんですかね、旧地ってなってるから。これが坂口神社なのか、昔あったところなのかはちょっとわからないんですけども、あったみたいですね。